ということで。始めたいと思いますが、楽譜を言ったんですが、この人キーがすごい高いので、楽譜そのまま使えないので、実際には C に変換してしまいます。なので、この楽譜ほとんど役に立たないんで、参考程度の歌詞とかの、C ですね。カポを4つで C にすると、ちょうど普通の平均的な男の人の声になります。イゲタ型にこう、まあ、4つ押さえてるんで3つでいいのかもしれないですけど、 D の形を途中中途半端なところで作って4フレット、5フレット、4フレット上がった方がっていうコードになりますけど、で最初のフレーズ A1 のところと、月に明かりかと思ってみれば、変わる間際の黄色い信号、次が C、 どう長い赤い信号で、その後もちょっとややこしいんですけど、3、2、2、この3つだけ、本当はハイポジションでこういうのを弾くんですけど、ちょっと多分ほとんどできないと思う、ちょっと寂しい気もしますけど、3、2、2、6弦が3、5、4弦が22つ目はほとんど同じなので、違うところは、僕らはつながってるわけじゃ、 D に持っていって G、 Am7、 切り替わりの前はちょっと違うんですね。なので A メロを全部通していると、月に明かりかと思ってみれば、間際の黄色い信号、あなたの長
1番を通してみると月明かりかなと思ってみれば変わる間際の黄色い信号だからと長い赤信号全部同じで、それで、途中のブリッジのところが B メロがあるんですけど、ブリッジです。ちょっと経路が変わった展開するところ。そこは、でも多分この後 D ライト。B-7 ダイオでいいんですか光の下に
とは全部同じなので、動詞でいくと、これまた歌詞が長いので、ちょっと途中回すじりますけど、最初からいきます。君が言う
しかできなくて場面では B7 でやってるので、これ痛くてややこしくできなくなるんだったら B7 でやっちゃっても流れるんだと思いますけど、まあ畑さんのこの独特なコード回しの雰囲気を出したいんであれば、これとかも。上に行くだけで 1,2,3,4 って数えなきゃいけなくて、それですごく遅れが出て、さっき私もコードちょっと間違えましたけど、聞くに耐えないようになってもらうなってしまうぐらいだったら簡易的なコードを選んで、ちょっと変じゃないって思われても、まあそのままぶっ通してコンスタントに流れて歌った方が良いのではないかと思います。今日はちょっと難しいディミニッシュ系のコードもすごく味付けなので、最初はプレーなところからやっていって、ちょっとずつ味付けを学んでいくとか、その響きの楽しさをが面白くなったら、こういうのって響きをちょっとたった一拍しかないのに一生懸命抑えるっていうのはすごくバカらしいように思います。これがふりかけとかみたいな味になるので、そういうのを練習していけばいい。もう10回を超えたので、超えてないですね、10回になったので、次はいつもの CD、Em-G っていうところにとらわれないで、ちょっと時々は難しいやつをやっていったりとかしようと思ってますけど。ということで今日は、畑さんの僕の一番好きな、僕らをつなぐものという曲を練習にしました。コード表はちょっと畑さんの声がすごく高すぎるので、ちょっと転調をしてますけど、5個下げぐらいですね、カラオケで言うと。5個下げなので、反対に言うと8個上げなので、8か7個上げですか。なので4つカポで3つ上げというコード C で、展開してみました。それでは。